優勝のトム・ボーネン・パリ・ルーベ2009は、パリ・ルーベの107回目のレース。2009年4月12日に行われた。トーレース定番の石田富は27セクター、設けられていた。残り約 60km 地点で、前年の優勝者、トム・ボーネンが一気にペースを上げたことや、オートバイの転倒事故のアクシデントなどの要因が絡み、常時品カピーラ十数名が転倒。 さらに残り約 30km 地点で常に集団を牽引してきた坊年がパンクというアクシデントに見舞われるなどパリ・ルーベならではの波乱続出のレース展開となったしかし自転車を取り替えた坊年はすぐさま戦闘集団を追走し短時間のうちに戦闘集団に追いつくことになるそしてこの後さらなる波乱の展開が待ち構えていた残りキロメートル地点で 6人のトップ集団にいたフワンアントニオ・フレチャーが先行していたカメラバイクがバランスを崩したことにつられ落ち者。これにライフホストが乗り上げてしまい落ち者、ヨハン・ファンス・ユメレンがバランスを崩し停車させられ、結果フレチャーの前にいて難を逃れたトル・フースホフトと集団に追いついたボーネンの2人が戦闘集団へ。これを落ち者はしなかったがボーネンとフースホフトのアタックに、 対応しきれなかったフィリッポ・ポッツァートが追いかけるという展開に。その後残り約 15km 地点でフースホフトがコーナーを曲がりきれずにバリアに激突して転倒。これでボーネンが独走状態となった。その後ポッツァートが追撃にかかるが、ボーネンはこれを徐々に突き放し、2年連続3度目の優勝。2位にポッツァート、3位にはフースホフトが入った。 http://www.cyclingnews.com <noise> スラッシュロードスラッシュ2009スラッシュ APR09 スラッシュ ROUBAIX09 スラッシュ ID イコールマップありがとうございます